お蛇ヶ池はなんか石田川の上流らしいですけど。お蛇ヶ蛇ヶ蛇ヶお蛇ヶ池。なんか聞いた話によるとなんか様子が変わってなんかソーラーパネルがいっぱいだそうですが、ソーラーパネルを設置したってことはですね、車で行けるってことですね。石田も伊賀田に負けず劣らず、卑怯ですね、延岡の。この先出られませんぐらい帰っとけ。脱輪したら川の中落ちへんか俺。池の道は厳しいかもしれませんな。
五反田橋。クジラが行けて車で行けます？いかんけど工事中だから。あ、工事中ですか。確かそこ行ってバリケードがあるわ。確か。あら、ちょっと俺今来たかわからんけど、ちょっと行ってみてください。そっから歩くと遠いですか？クジラ池まで？はい。40分ぐらいな。40分かかってですか？あ、すみません、ありがとうございます。バリケードの基地のオルポリストも。あ、そうですか。あの、今日は日曜日でしょ。はいはい。だから工事中なんだよ。もう大型がひっきりなし通ってさ、普通は。あ、そうですか。クジラ池の上の広場に、クジラ池があって、向こう側に、あの、ソーラーパネル。発電所が、あ、発電所しか。ソーラーパネルですか。太陽光発電所ができるらしいんですよ。で、今、道路を広めたり。あ、そこは大型が行くってことは道はいいんですね。道はいいけど、確か、向こうにも減られんがな、そこに車がいたら、神様がですっちゅう。え、わかりません。あの、まあ、気をつけ時間と陽光、崖下をする車が。あら、そうですか。うん、か広いですわ、こんくらい。で、行ったらですよ、はい、左側に、観音様入り口参道があって、はいはい、そこにちょっとした広場があですわ、はいはい。そこを借りなら歩いて、まあ、15分ぐらいで行くと。あ、そうですか。そっから先は確かなんかこう、もうフェンスがしてやつ来たんだけど。わかりました。歩いて行かるんです。あ、そうですか。そこまで行ったらいい。はい。だけど、そこバリケードがあるから、のけないかも。ありがとうございます。みんなのけていっちゃう。はい。すいません。どうも。
張り系とかも